こんにちは、ふうたくです。今回は近未来的な噴水の作り方の紹介です。スタイリッシュにしてますので、作りやすいサイズとなっております。それでは作っていきましょう。
聴ありがとうございました。このように近未来的な噴水の完成です。大きさもそこまでなので、ある程度のスペースで作れます。噴水の周りについては、こんな感じにしてみましたが、よかったら参考にしてください。今後も簡単でおしゃれな建築をバンバンやっていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、バイバーイ。